はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。引っ越しの荷物がですね、まあこんな感じですね。ここのスペースがだいぶ片付きまして、この机の上もだいぶすっきりしまして、着々と収納スペースに物を入れ始めています。はい、まあ、本当にいろんな方からですね、コメントいただいて本当にありがとうございます。全部回答していきたいんですけども、それはまた今度ですね、まとめて例えばチャンネル登録者数が1500人ぐらいいった時にまとめて今までのコメントに全部答えていきますみたいなことをちょっとやろうと思ってるので、はい、それまでちょっと楽しみにしていてください。で、今回ですね、いただいた質問の中から一つだけピックアップして、それに対して僕のシェアすることによって、この視聴者さん全員が喜ぶみたいな、まあそういうコメントをちょっと、ピックアップしました。はい。で、今回いただいた質問はこちらですね。捨てる基準については、その前の動画で説明したんですけど、逆にこう、あ、これは持つっていう、これは捨てないでキープしとくっていう基準があれば教えてくださいということです。はい、ありがとうございます。僕が今その必要だなって今キープしているものに対して思うことですねが大きく分けて2つあります。はい、なのでそれが主に基準に、そのキープするための基準になるかなというふうに思ってます。で、1つ目がですね、現在使っているものです。現在進行形で使っているもの、はい、ですね。例えば本当に分かりやすく言うと、このパソコンがなかったら僕はもう仕事もできませんし、こうして YouTube に動画を投稿することもできないので、もうこれは現在進行形で使ってます。あとそれに付随して、このルーターだったり、こういったスマホだったり、これも現在進行形で使ってます。はい、今ここにですね、スーツケースがありますけど、これも現在進行形で使ってるので、処分はしません。あ、キープしときます。なので、この動画を見てるあなたも、現在進行形で使っているものは、まあ、同じようにですね、捨てないと思うんですよ。いや、これ使ってるからキープっていうので、一つ、キープするための選択肢かなというふうに思います。なので、その一つ目、これに関しては、僕もあなたも全員ですね、いや、使ってるから捨てないよね、キープしとくよねっていうのは、もう共通認識だと思います。で、二つ目ですね。これは僕が初めてですね、断捨離しますって約束した天然石の社長さんから教えてもらったことになるんですけども、持っていてワクワクするものだったり、見ていてワクワクするものっていうものはキープしておいてくださいねって僕は言われました。はい。なので、知ったかぶったの本、漫画は、この表紙、この3冊の外観を見ただけでもうなんか気持ちが現れる気がするというか、まあ、この豚普通に可愛いですから、なんかその読んだ時の深いなって思った時の感情が蘇ってきますし、うん、いい感情しか思い浮かばないですね。なのでこれはキープしてます。他にもですね、このヒマラヤのピンク岩塩、今では普通にアマゾンジャパンでも販売されてますけど、このピンク岩塩ですね、これも先輩からいいよって教えてもらったので買ったんです。これですね、まだ開封したてから多分もう1年が経つんじゃないかなって思うぐらいですね、長いんですよ。で、僕以外のミニマリストからの方からすると、いや、こんな量いらないじゃん、あるだけでいいじゃん、捨てちゃいなよっていう風になるんですね。でも僕これ、実年齢35歳で見た目中学生みたいな人がいるんですよ、僕の先輩で。で、まあその人超健康オタクなんですけど、その人がメイティーポット、鼻うがいをするときにはこのピンク岩塩いいよとか、血流を上げるためにこのピンク岩塩ちょっと舐めるといいよとか、ミネラルがたっぷり含まれてるからいいんだよみたいな、まあ、そういうこともですね、教えてもらったりとかして、まあ、そういうですね、先輩とのやり取りが出てきて気分が良くなるんですよ。うん、なのでこれはキープしてます。なので僕の周りごちゃっとしてましたけど、どういうもので僕が囲まれてるかっていうと、現在進行形で使っているもの、あとは持っていて気持ちが良くなるものですね。この2種類で僕はものに囲まれてますと、まあ、主にこの2つですね。例えば僕があなたのことを何も知らずにですね、こうあなたの身の回りのものを見て、例えばスマホだったり携帯を2台持ってますと、
で、いや1台しかいらないですよね、これいらないですよねって言ってパッと取った時に、あなたがいやそれは現在進行形で本当に使ってるからキープって言えたら、それはキープした方がいいと。そこでまあでも確かにいらない、いやでもいやでもってなったら、それは迷ったら捨てですから速攻捨ててください。はい。あ、ちなみになんですけど、その持った時ですね、まあこれ僕の経験なんですけど、例えばこういったものを持った時に、いやーこれどうかな、使うかな、でもなんか使ったら気持ちいいんだよなーって思う時が僕はありました。迷ってはいるんですけど、使ったらいい気分するよなっていう時です。その時には迷ってる方を優先して、迷ったから捨てっていう感じですね、僕は捨ててました。はい、今でもそんな感じで、とにかく一瞬でも迷ったら捨てみたいな、そういう感じでやってます。そんな感じですね。はい、僕の体験とあと教えてもらったことをシェアしましたけども、参考になったら嬉しいです。ためになる質問ってことでシェアさせていただきましたけども、全然それ以外にもですね、なんてことのないコメントも全然受け付けてますんで、受け入れてますので、何でも書き込んでいただければすごく嬉しく思います。もしですね、1ミリでもためになりました、面白かったですというのでしたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。